え、普通にタバコ吸ってるんですけど。なんかカービンライフル持ってるやついますね。ほらほらほら、ちょっとカメラマンが、カメラマンが動物園内に入ってる。ホーの生活やっていきたいなと思います。今日はですね、朝の5時でございます。今からどこに向かうかというと、ちょっとね、長距離の移動もやってみたいなと思いまして、結構遠いんですけどね、グレープシードっていう町まで行きたいなと思います。ここからね、8.5 キロ先でございますね。フリーウェイの方に入ってね、進んでいきたいなと思います。で、そこで何をするかというと、そこにはね、動物園みたいなやつがあって、まあ動物ガーデンみたいなね、まあそこにね、行ってね、ちょっとね、動物たちと戯れたいなと思います。朝のロスサントスもね、すげえ綺麗だね。フリーウェイでございます。なんとか来ましたよ。すごい人の量だね。もう通勤ラッシュかな。もうこの時間帯からもう通勤ラッシュみたいな感じだね。うわぁ、びっくりしたー。ちょっとちょっと。ちょっとごめんなさい。ちょっと。70、80マイル?すげえ行ってるね。うおー。終わった。反対側すげえことになってるね。全然動いてないじゃん。なんかすげえかわいそうな車いる。大丈夫?うおー、ぶつけられた。ありましたよ。かなり山が近くなってきたね。チリアド山が見えてきました。いや、これ渡んのめっちゃ大変だぞ。なかなか途切れないしね。すげえ、どんどん来てるんですけど。あ、止まってくれるんだ。ありがとう。止まってくれないの?止まってくれないんだね。めっちゃ来てるんですけど。あ、止まってくれるんだ。ありがとう。すげえ優しいですね。さあ、来ました。ついに来たね。こんなとこに動物園があったんだね。自然豊かな場所で、なんかね、放牧みたいな感じで、放し飼いですかね。放し飼いみたいな感じで、たくさんの動物たちがいるみたいですね。あ、ここはサンディーショーズっていうとこ?グレープシードではないのか。さあ、来ましたよ。お、バスがいますね。おー、結構たくさんの人が来てるんだね、もう。すげー、ついに着いた。おー。おー、結構みんな写真撮ってるね。車どこに止めたらいいの?まあ、適当に止めてもいいのかな、この様子だと。よーし、じゃあちょっとここら辺に置きましょう。どれどれどれ、どんな感じ?まだこの動物園なんか作ってる最中みたいだね。工事の人が溶接してますね。お、ごめんなさい。結構たくさん動物がいますね。オランウータンかな?なんか二足歩行の動物がいます。それ見たいな。すげえ気になるね。おー、写真撮ってるね。猿か?これは。お、朝からビール飲んでますね。おー。あー、これ立ったまま寝てるっていう感じでしょうか。立ったまま寝てるね、この感じだと。おー、こんなとこでヨガやってる。すげーことやってるな。さて、誰がギターを鳴らしてるんだい?君か。すげー、みんな聞いてるね。いや、なかなかうまいね。ギターすごいうまいですね。メキシカンって感じですね。おー、強そうなライフル。ん?ちょっと待って、漢字が書いてあったな。カチャリ。いい感じです。
いい感じですね。いや結構なんかシェリフの人たちがガードしてますね。まあ危険動物もたくさんいますからね。これはやっぱり入ることはできないんかな。そんな感じだよね。もうこっから楽しみなさいっていうことか。おお、めっちゃ犬がいるね。なんかイエティみたいなやつがいます。一緒に写真撮ろう。こっから見てもね、結構動物たちとの距離が離れていて見づらいんですけど、まあ、今回は特別にドローンを使ってお見せしたいなと思います。動物園のね、敷地はね、かなり広いですね。まあこういう感じになっておりますね。ではどんな動物がいるんでしょうか。寝てますね。これなんていう、ビッグフットっていう名前ですね。タバコ吸ってるな。え、普通にタバコ吸ってるんですけど。人間みたいな吸い方だね。で、ここには牛がいるね。牛がいるね。これは何て言うんでしょうかね。チンパンジーかな、これが。で、マウンテンライオンですね。これかなり凶暴なやつだね。多分、入ったら食い殺されるね。ここでもなんかタバコ吸ってるね。で、なんだこれ。コヨーテだね。これも凶暴なやつだよね。で、豚がいますね。で、こっち側には犬ですね。おー、犬がたくさん。かわいい。お金貯まったら犬を飼いたい。え、スマホしてる。スマホできるんだ。最近のビッグフットはすげえな、ほんと。普通にスマホしちゃってるよ。さあ、こんな感じでしょうかね。ここの上にはなんか、みかんかな。よくわからないけど、リンゴでしょうかね。何かありますね。イノシシもあるよね。で、鹿もいますね。まあなんか、すげえもうごちゃ混ぜだね。これはかなり生存するの難しそうだね。このマウンテンライオンが独り勝ちしそうな感じなんですけどね。これはかなり危険だぞ。なんかカービンライフル持ってるやついますね。とんでもないな。この人一番強いんじゃない？いやー恐ろしいな。ここはちょっと怖いな。気づかなんだ。誰か取られてますよ。これはちょっと知らせた方がいいんじゃない？保安官の人に。あそこにいるビッグフットさ、なんかカービンライフル持ってるんですけど、あれは本物なんでしょうかね。なんかね、あのカービンライフル持ってるビッグフットが歩き回ってるよ。大丈夫？なんか活動が活発になってきてるけど。うおうお、なんかめっちゃ発砲された。すげえ。うおー、めっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる。すごいすごい。うおー、やばいやばい。大銃撃戦が発生してますね。うおー、すごいことになった。僕は上に行こう。上から覗こう、どうなってるか。うおー、めっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる。これは大変だ。うわ、なんか撃たれてるね。保安官の人が撃たれてるね。なんで、なんで、よくわかんないけど。すげえことになって、ビッグフットとの戦闘が起きてますね。向こうの方で撃ち合ってるね。ちょ、何を撃ち合ってるんだ。ちょっと見に行こうかな。大丈夫？みんな大丈夫？あ、この人撃たれてるね。なんとか僕の車は無傷ですけど。おー、すげえ、撃ち合ってる。誰誰誰。え、普通の仲間、仲間割れみたいな感じになってるね。なんでだ？なんでかよくわからない。誰か敷地内に人が入ってるよ。ほらほらほら、ちょっとカメラマンが、カメラマンが動物園内に入ってる。あ、この人も入ってる。助けてくれーって言ってますね。
すげえ、みんな活発になってます。これは大変だ、これは大変なことになってしまったな。まあ、今回はですね、この辺りで終わりたいと思います。